はい、ガンジューパパです。今回は9ヶ月使用しているパナソニック浄水器蛇口直結型のホワイト TK-CJ12W のレビューです。前回の動画では残留塩素測定試薬であるウォーターチェッカーを使用した実験で全くピンク色に染まらない結果が出てました。ミラブルプラスシャワーの残留塩素がなんとかならないかと四苦八苦していた私にはこれはもうびっくりの結果でした。で、今回のこのパナソニックの浄水器使用して9ヶ月そのフィルターのパワーを見てみたいと思います。では見ていきましょう。去年の9月23日に購入した、浄水器なんですけれども、10、11、12、1、2、3、4、5、6、まあ、9ヶ月ぐらい使ってまして、もうここのね9月23っていう数字も消えてなくなってしまってるんですけれども、9ヶ月経って、どうなってるか。カートリッジの交換目安は1年なんで、まあ、まだ大丈夫だったらいいですね。でまず減衰流してみます。で、浄水ですね。浄水。同じぐらいの量にしますよね。そしたら、こっちが浄水、こっちが水道水で試してみましょう。前回と一緒で一袋入れます。よいしょ、水道水、よいしょ。もう指でやるとダメなんで、とりあえずまだかき混ぜないで置いておきます。で、浄化された水入れます。でもピンクになるでしょう、9ヶ月も使ってたら。どうかな。はい、で同じ量入りました。どうですかね。こんな感じですね。9ヶ月経った割には頑張ってなんか仕事してる感じがありますね。指を入れると指が塩素を吸っちゃうっていう意見があったので、なるほどなと思いまして、ストローでかき混ぜます。
もう一本ストローないとダメだ、もう一本ストローがない、いやこっちはスプーンでかき混ぜます。9ヶ月がこの色ですね。これをどう判断するかは人それぞれですけど、9ヶ月でこれだったらいいんじゃないですか。本当に1年持つような気がしますね。もうちょっとピンクになったら変える。一応ねここに新しいカートリッジも買ってあるんで、もう変えてもいいかなとは思うんですけど、変えたらどうなるかやってみましょうか。一回切ります。はい、じゃあカートリッジ開けてみますね。よいしょ、これ丸ごと変えるだけですね。止める緩むって書いてあるんで、緩むの方に回してみます。回しました。簡単に片手で取れますね。うわ汚いね。片手で取れました。水が出ますね。まあ当然か。ちょっと置いといて、ここちょっとこんな感じで汚れてるんでちょっと拭きますね。はい、拭きました。拭いたので、新しいやつをこの出っ張り合わせるんですね。とここの出っ張りを合わせて、よいしょ、あ、ほんとダメだな。ちょっと固定します。これでいいのか。でも簡単ですね。 OK です。あ、時間差があってフィルターの中を水が通ってきましたよって感じですね。よし、はい、で、さっきのね水は残したまんまで、ちょっと同じコップがなかったんですけど、ガラスの透明のコップで3個並べた方がいいと思ったんで、はい、でで、フィルターどうなってるか。これで真ん中のと色が変わんなかったら、全然9ヶ月経っててもフィルターは有効だってことになりますよね。はい、
どうですかね。ちょっとね、やっぱピンクなんですよね。でもちょっとですね、これが邪魔。同じ光線のところに見てみますか。ピンクですよね、やっぱり。9ヶ月経ってもこれぐらいです。で、水道水はまあ明らかにピンク、反対に並べたらこんな感じ。やっぱり徐々にピンクになってるなっていう感じはしますけど、やっぱお乳のフィルターは本当に透明ですね。あ、かき混ぜてないね。かき混ぜない。別のスプーン持ってきましたんで、これで。よいしょ。かき混ぜても変わらないね。ああ、やっぱフィルター綺麗ですね。これ1年持つ気がしますけど、もう使っちゃったんで、一回水通したら完全に乾燥させて置いとくのって無理だと思うので、とりあえず今回はもう変えちゃいます。これでまた1年使いますね。ここからまとめます。まず9ヶ月を使っての使用感ですが、臭みなどは全く感じていません。水道からの浄水をとても美味しく飲んでます。で、水道水がとんでもなく臭かったので浄水器を導入したっていうわけではないです。浄水器を導入したのにはメリットが2つありまして、最初からそんな臭くない水道水だったんですけれども、大丈夫な水を飲んでいるというより大きな安心感を得るために導入したのが1つ。それに加えて、近所のお水屋さんに買いに行く手間が省けるという大きなメリットですね。これが2つ目。重いものを運ばなくても良くなったことは、50代の私にはとても大きなメリットです。で、それでいて、残留塩素検査をしてもピンクにならない浄水が9ヶ月後も続いているフィルターには大変満足しています。で、次回の水道水シリーズの動画では、日本の水って浄水器つけないと飲めないの？という疑問を自分なりに調べて動画にしたいと思います。日本の水道水は飲めるというのは海外でも有名ですよね。で、私は浄水器をつけて何を取り除きたいのか、それを自覚するための動画にしたいと思います。で、見てみたいなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また動画に高評価いただけますと、動画投稿の大変大きな励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ここまで見ていただきありがとうございました。ではでは失礼します。